皆さん、こんにちは。11月12日にメジャーデビュー3周年を迎える7人組グループなにわ男子。数々のドラマや CM に出演するなど、デビュー時から変わらぬ人気を誇っています。そんななにわ男子の最年少メンバーである長尾謙杜さんに熱愛疑惑が出ているのだそう。長尾さんは過去にも熱愛報道こそありましたが、今回の疑惑ではインスタの投稿をめぐってなんやら炎上気味の様子。一体何があったのでしょうか。調査してきたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。11月12日にメジャーデビュー3周年を迎える7人組男性アイドルグループなにわ男子。先月28日に7枚目となるシングル恋する光をリリースするとランキング1位を獲得。またソフトバンク新 CM 触れたくなる 3D 編にも出演。さらに裸眼でスマホ内の写真や動画を 3D で楽しめる新サービス飛び出る限定コンテンツにも登場するなど、人気グループにふさわしい活躍を見せています。そんな高い人気を誇るなにわ男子の最年少メンバーである長尾謙杜さんに熱愛疑惑が出ているのだそう。長尾さんは過去に元セクシー女優の三上優愛さんと匂わせ疑惑で話題になりましたね。文春オンラインで三上優愛さんとキスマイフット2の千賀健人さんとなにわ男子の長尾謙杜さんとの三角関係が報じられたもの。同氏は千賀健人さんと長尾さんが数時間差でそれぞれ三上さんのマンションを訪れる姿をキャッチ。記事によると千賀さんは三上さんと2年ほど交際していたものの、長尾さんはそんな先輩の彼女である三上さんに自ら積極的にアプローチしお泊まりするほどの間柄だったそう。そんな三上さんの匂わせ行為が物議を醸しましたね。三上さんと長尾さんは近い時期に韓国旅行に行ったことを発信していたり、ヘッドホンやサングラス帽子などお揃いのアイテムを使用していることが匂わせと言われてきました。2022年3月に公開された動画で、三上さんがマネージャーの男性と2人で東京ディズニーシーを散策し、1万円を使い切るをテーマにパーク内のグルメを堪能する企画。動画の終盤、訪れた最後のお店で食事しながらトークしていたところ、完食シーンでカットが入ったタイミングで、なんと三上さんがマネージャーの方を向き、なにわと匂わせしたらねとはっきり発言していたのです。意図的に残しているとしたら、これはかなり挑発的な匂わせですね。こういった匂わせ行為にファンからはなにわ男子終わったと絶望する声があふれかえっていました。そんな中、再び浮上した長尾さんの熱愛疑惑、インスタの投稿をめぐって新たな匂わせが注目されています。長尾さんは22歳の誕生日を迎えた8月15日にインスタの個人アカウントを開設。人気グループのメンバーと会ってフォロワーは37万人を突破しています。そして8月21日には自然と絵文字を添えて森に囲まれた渓谷で両手を広げたり、冷やしトマトを頬に当てるなど大自然を楽しむショットを複数投稿。しかしこの投稿が疑惑を生む事態となりました。スポーツ紙芸能記者は、元桜坂46のメンバーでフジテレビの原田葵アナが自身のインスタに川遊びをしているショットを投稿。背景の景色が長尾の写真と似ていて、おまけに川の水でトマトを冷やしている写真まであったため、長尾のファンは2人の交際を疑ってざわつく事態になったとコメント。さらには原田アナのインスタのコメント欄には、あのですね、そこの川8月21日に行きましたか、とある大人気の人もそこにいるんですよ、もしかしたら2人で行ったりとかしてませんよね、などと書き込まれるなど注目が集まりました。確かに画像の川の写真は似ているので匂わせだと噂が立つのも仕方ないでしょう。しかしネット上では明らかに違う川で匂わせはデマだという意見も多く見られました。
夏なので川に遊びに行く方も多く、偶然だったという可能性もあるかもしれません。しかし川と同じ投稿で同じトマトが写っているという点から、さらに匂わせに信憑性が増したようですね。写真には原田さんの足元にトマトがあります。長尾さんも似たトマトをほっぺたに当てている写真を投稿していたのです。原田さんが同日のストーリーズで冷えたトマトを購入している様子を上げており、川の水でも冷やしていたことが写真から見て取れます。そのため冷えたトマトをほっぺに当てている長尾さんの写真と辻褄が合うということで、さらに匂わせではないかと話題になったようですね。これも偶然といえば偶然かもしれませんが、川にトマトを持っていく人はそれほど多くはいないでしょう。また原田さんの写真に写っているペットボトルが3本あるため3人で遊んでいたのではという意見も上がっているようです。長尾さんと原田さんの共通点の多い写真投稿、この投稿についてある芸能プロ関係者は、くしくも同じ日に似ている写真をアップした2人、ファンもさすがに反応せざるを得なかったのでしょう。原田アナのインスタのコメント欄には、あのですね、そこの川8月21日に行きましたか、とある大人気の人もそこにいるんですよ、もしかしたら2人で行ったりとかしてませんよね、などと書き込まれています。本当に一緒に行ったのかは定かではありませんが、確かに共通点は多いですね、と何か含みを持たせた言い方をしています。再び注目を集めた長尾さんの匂わせ行為、しかし意外にもネットの反応は冷ややかなものでした。同じように見える、山の中の川ってどこもこんな感じじゃない、これを同じ場所と決めつけるのはどうなの、違うのに無駄に叩かれるなら気の毒だよ、川で撮ったら大体あんな感じになると思うけど、と今回の匂わせにはさすがに無理があるという指摘が多くあり、さらにはセクシー女優の100倍いいよといった声も多く上がっていました。今回のお相手が女子アナであることにまさかの擁護の声も上がるほど、今回の匂わせは長尾さんにとって意外にも低ダメージなのではと前室の芸能プロ関係者は語っています。長尾さんは2023年9月に元セクシー女優の三上岩さんとの熱愛がスクープされました。2021年なにわ男子としてデビューしてから約2年での熱愛報道、そしてお相手もセクシー女優出身ということで、当時ファンからはかなりのバッシングが、かなりのイメージダウンとなってしまったようです。しかし今回の匂わせのお相手は女子アナ、過去の熱愛の強烈なインパクトに比べるとあまりダメージが少ない、むしろ逆に良かったのではという声まで聞かれます、とコメントしています。いかがだったでしょうか。今回騒動となった長尾さんの匂わせ行為、メンバー3人の熱愛が報じられ、一部関係者からはなにわ男子終焉がささやかれ始めているようです。スタート者としては恋愛を NG としていないため個人の自由かと思いますが、長年応援しているファンからしたらたまったもんじゃないでしょう。長尾さんの匂わせの真相にこれから注目が集まりそうですね。真相が気になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。